はい、今日も社長の仕事を始めていきます。今日は294日目になります。今日のテーマは、何を期待しているのかを伝えようということです。で、今日はですね、社員の人たちの、自主性とか主体性ですよね。これを引き出したり、育てたりするのに役立つかなと思います。あと、もしですね、皆さんの中で、自分のですね、使命というか、目的というかですね、会社でいうと理念、それがなんか見つからないなという人は、同じくヒントになるかなと思いますので、ぜひお付き合いください。で、何を期待しているかを伝えるということなんですけども、人ってですね、何か他人から期待されているときに一番うまく仕事ができるし、それに対して内面的なですね、動機づけがされるというふうにも言われています。そのためにですね、社員の人に具体的にどのようなことを期待しているのかっていうのを伝えましょうという話なんですよね。で、有名なですね、書籍で、夜と霧という本があります。で、これはビクトール・フランクルっていうですね、有名な人がいて、その人はユダヤ人でですね、アウシュビッツの収容所に、収容されていてですね、それで生き残って出てきた人なんですけども、要は非常にこう辛い環境なわけですね、収容所っていうのは。で、その中でもちろん亡くなる人もいたんだけども、彼は生き残って帰ってきたと。で、何がですね、その生きる力を与えてくれたかというとですね、自分がですね、その収容所から出て何かをしたいと、こういう夢がある、こういうことをやりたいっていうことではなくてですね、自分はその世の中から何を期待されているのか、収容所から出た時に、この人は自分にこういうことを期待しているなとかですね、そういう他人からの期待っていうのが一番こう生きる力を、くれたというふうに言われてるんですよね。なので、この他人からの期待っていうのは、そういう生きる力にもなるし、やっぱこう何かをやり遂げたいっていうですね、その内面的な動機づけにもなるということなんですね。というわけで、社員の人にもそれを伝えていこうということで、会社としてですね、その社員の人たちに、なんかこう仕事を任せたりとかですね、担当してもらってる仕事があると思うんですけども、それだけでは期待をですね、伝えたことにはなっていないということなんですね。で、その仕事をすることで、会社としてどのような成果を、その人に期待しているのか、もしくはその人にどのような、社員に育ってほしいのかっていうですね、会社としてもそうだし、上司としても社長としてもですね、そういう期待値を伝えるということなんですね。で、これをすることでですね、彼らっていうのは、自分は期待されているんだということで、その期待に応えようとするのが、人間の本能なわけですよね。なので、そのような仕組みを一つ作ってはどうかという話ですね。で、仕組み系の中ではですね、この期待値を伝えるってことが、そのプログラムの中でできるようになっていてですね、会社としてこういうビジョンがあって、それに向かうためにですね、こういう組織図があって、あなたに期待することはこれですよっていうようなですね、ことを定義していくっていう、プロセスがあるんですけども、そういうことを皆さんの会社でもやってはどうかなと思います。で、これは社員向けの話なんですけれども、もう一個、社長の中にはですね、なんかこう、いまだにやっぱ自分の、目的とかですね、使命とか、会社としての理念がなんか定まらないなという方はですね、そのお客様から自分たちは何を期待されているのかっていうのをですね、思い返していただくと、それが見つかるのかなと思うんですよね。やっぱり最初にですね、例えば起業した方であれば、自分で起業して、最初に来てくれたお客様は、やっぱり何を期待して来てくれたのかというのをですね、思い出していただくと、創業の時のですね、やっぱりきっかけというか、自分のこう内面的な動機づけっていうのが思い出されるかなと思うんですね。で、それが今まで続いてきたからこそ、多分皆さんが今、会社をやってると思うんで、その時のお客様からの期待が何だったのかというのをですね、もう一回振り返ってみると、いいんじゃないかと思います。というわけで今日は、期待していることを伝えようということでした。また明日お会いしたいと思います。